いやー、しかしだんだん暑くなってきて、あー、急に寿命が来た。あー、まだだった。どうも、飼育員斉藤です。ということで今日は雑談動画でございます。本日の雑談の内容はこちら、人に寿命はあるのかということについてお話ししたいと思います。まあ寿命は決まっているのかなっていうことね。これね、本当に難しいんですよ、考えるっていうことがね。なんかいろんな側面というか描写というかね、考え方っていうのがあるし、まあだいたい二極化されていつも物議を醸されてきているものではあるんですよ。でこれどっちなのかなっていう答えは僕はまだ見つけられてないので、まああるっていう人もないっていう人も、まあ決めつけずにちょっと見ていただけたらいいかなと思うんで、みんなで考えていってみましょう。それでいってみましょう。死にたくない。ということで、寿命は決まっているのかについてお話ししたいと思います。これ本当に永遠のテーマだなというふうに、ちょっと僕個人の中ではね、あ、結構永遠のテーマだなと思ってる人が少ないと思うんですけど、僕の中では永遠のテーマだなと思っているんですね。なぜかというと、単純に考えたら決まってないからなんですよ。はい、単純に考えたら決まってないんですよ。なんでかって言ったら、まあ、まず第一に寿命ってどんどん伸びてますよね。もし天から授かった寿命というのは決まっているのだっていう風になってきたら、人間という生物がいくら進化していこうが、まあ進化して別の生命体になってるって考えたらちょっと別なんですけど、いくら進化していったとしても、例えば医療の発達とかで寿命が伸びてくることもないし、最初から死んでいくっていうことが決まっているっていうのは、ここで死ぬんだよっていうふうに決まっていることっていうのが多いと思うので、平均寿命がどん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 伸びていくっていうことはないと思うから、寿命っていうのは決まってないっていうふうに考えるのが、まあ実際科学的な根拠を見た時に一番しっくりくるというか、シンプルな発想になるんですよね。ところがなんですけど、やっぱり決まってるんじゃないかって考えることも、へりくつに聞こえるかもしれないんですけど、一応あるんですよ。これどういうことかというと、例えば、その天から授かる寿命というのは、だんだん伸びているのだと。例えばその生まれる年とかその瞬間とかで、いつどうなるかっていうのは分かんないわけなんですよね。でそれがバーンと出てきた時に、2001年に生まれた人の寿命はこれぐらい、1960年代に生まれた人の寿命はこれぐらいとか、1850年代の人はとかっていうふうに、なんかだん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 それが変わってきているから、医療の進歩とともに天寿を全うすると言われているその寿命を、いわゆる老衰となるまでの寿命っていうのは決まっているのだっていうふうなこと、まあ変わっていっているのだっていうふうに捉える人ってすごく多いと思うんですけど、そんなこと言ったら何でも言えるじゃんっていうふうにもちょっと思っちゃうんだけどね。でもまあうちの事務所の昔占い師をやっていた先輩、まあ後捕まってしまった重要先輩なんですけれども、まあテレビとかね結構出てた人は、寿命っていうのはまあ決まっているのだと、よく占い師さんっていうのは寿命が分かるというふうにおっしゃるんですよ。で寿命は分かっているんだけれども、それはエチケットで言いませんっていうことを昔やりすぎかなんかで言ってたんですよね。でへーとか思ってて、で他の占い師さん、まあ僕もこういうなんか業種になってきたんで、なんか、占い師さんとかにお会いすること多いんですけど、寿命っていうのは決まってて分かりますよっていうようなことを言う占い師さんって結構いらっしゃるんですよ。だそうなんですかって聞いて、じゃあ例えば事故とかね、なんか巻き込まれて、なんか殺人に巻き込まれちゃったりとか、そういう本来の自分の病気でとか体調が崩れてとかっていうことじゃないことでも分かるんですかって聞いたら、分かりますって言ってたんですよ。へえ、そうなんだ。じゃあ変な話なんですけど、生まれながらにしてこの人は事故に遭う、この人は殺人に遭うっていうことは決まってるんですかって言ったら、決まってますって結構な割合で占い師さんって言うんですよ。そのなんか街で、言い方難しいけど、なんかすごいさ、そのなんていうの、お手軽手相ですみたいな感じでやってる人はちょっと別だよ。なんかちょっとしっかりした占い師の方に、なんかもう寿命は分かりますってはっきり断言するような占い師の人に聞くと、みんなそう言うんですよ。で、あ、そうなのかなとか思って、僕はなんかそう確率論じゃないっていうふうにちょっと思っちゃうんだけど、例えば一本電車が違ったらとかね、まあ、それも逆にも言えるんだけど、全部が逆に言えるからこの二極化って終わんないよなっていうふうに思うんですよ。でね、寿命って僕はここまで聞いて、結局でも決まってないでしょっていうふうに思ってたんですよ。うん、でもっと言うと、まあ、日本って
とにかく命あればながらえさせようっていう文化なんですよ。これすごく不快に感じる方いるかもしれないですけど、ごめんなさい。例えばなんですけれども、本当に本人の意思がない状態だと、もう意思もないし記憶もないし、なんなら目覚めることもないという状態になっても、とにかく寿命さえ生きているという状態さえ長くしていけば、もう健康でなくても OK なんだというふうなことですね。いわゆるその人の魂というのは蓄積された記憶と言っても過言ではないから、それは死んでいても心臓がドックンドックン言っているうちは流れさせようっていう文化なので、日本はね、それが良いとも悪いとも言いません、僕はどっちとも言いませんけれども、そういう文化なので、とにかく流れさせようっていうふうなところを考えると、精神的な死、その人の魂的な死と肉体的な死っていうのが別のタイミングになってきてるから、まあ精神的な死っていうものはここで死ぬっていうふうなことが決められているのかもしれない。そしてそれが占い師さんとか一部の勉強している方にはわかるのかもしれないというふうにはちょっと個人的には思ったんですが、どうなんだろう。まあそっちだったら僕ちょっとは納得するんですよね。いわゆる人間として死ぬっていう年は決まってるんですっていうふうなのは、まあちょっとわかる気はしたので、あ、それのこと言ってるのかもしれないなっていうふうにはちょっと思いましたね。はい。で、最後に、まあ、一個だけ僕がちょっと寿命というのが決まっているのかもしれないっていう、まあ、聞いたお話なんですけれども、まあ、ある男の子がすごい霊能力があって、僕はこれ知人の方から聞いた話なんですけど、その男の子は、もうとにかくすごい霊感があるというか、何でも分かるような超能力者に近い状態だったんですけど、いかんせんちょっと寿命が短いと、なんか7歳か6歳くらいで亡くなってしまうっていうのを自分で分かってて、で周りにもそれを言っていて、実際に7歳だか6歳だかで亡くなっちゃったらしいんですね。でそれは、交通事故だったらしいんですよ。でそれは何なんだっていうと、魂が中に何十個も入ってたから、亡くなってしまったんだ。だから肉体というののキャパシティを超える魂が入ってしまっていたから、倍速で本来1個の魂だったら、70、80とか90ぐらいまで生きたところを、それがどんどん半分のみたいになっていて、7歳だか6歳だかってすごい短い生涯で終わってしまった。そういう何でも見える何でも分かるっていう子が、実際に自分で分かっていて、そしてもらい事故で死んでしまったっていうのを踏まえて考えてみると、あ、じゃあ事故も含めて寿命って本当に決まってるのかもしれない。そしてそれは自分でね、自死を選ぶ子供、しかもそんなちっちゃい子供でっていう子で、話聞いてても別に無垢で楽しそうな子供で、親御さんもすごいちゃんとした人たちでっていうことで、そういういじめとかそういうことでは全然なかったらしいんで、あーって考えると、ある程度人間の死のタイミングっていうのは決まってるのかもしれないなっていうふうに、この時に初めてちょっと思ったんですね。でもやっぱり自分の中ですごい揺らいでるんですよ。どっちなんだろうっていうのが、いろんな側面から見て決まってる決まってないっていうふうなこともあるんですけれども、何が言いたいかっていうと、このままだとどっちなんでしょうで終わっちゃうんで、僕の中で一応今のところ、ここから僕の意見ですけど、理由づけている、こう考えるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり人間として人間を全うできる年齢までっていうのは全力で生き抜き、そしてそれを終了した後っていうのは自分じゃない人の意思に全て委ねてしまえばいいっていうふうに僕個人的には思っています。はい。だから、僕のまあ教訓というか、なんというか、明日死んでも悔いのない人生を送ろうっていうふうに思ってるので、僕はね、明日パーンって死んでしまっても、まあいわゆる事故とかさ、もらいの殺人現場とかに行ってしまっても死んでしまう可能性があるんだったら、だとしたら明日死ぬ可能性だって全然あるから、明日死んでも悔いのない人生を送っていれば、人生はずっとどこで寿命が来ても楽しいと思えるようなハッピーな時間が過ごせるんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、寿命っていうのはどうなんだろうな、決まってんのかな。僕はまあどっちかっていうと決まっているに、最後の話をある方から聞いてちょっと揺らぎ始めちゃってるんですけど、でも分かんないね、こればっかりはもう本当に全然分かんないんで、ちょっとまあ永遠に悩み続けたいなというふうには思うんですけれども、でもまあちょっと自分の中で答えが出たらそれに沿って頑張っていきたいと思います。とにかくね、明日死んでも悔いのない人生をこれからも生き続けたいと思っております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。いただきを噛んじゃった自分のね、寿命、天寿を全うしつつ、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。